おはようございます。いやー来ちゃった。はい、カモン。いやこれチェリーで当たったかもしれない。あー当たったな、当たってる。チェリーで当たったね。日程で当たった。あの角はビタ押ししちゃったから、これリセットしてる可能性あんね。珍しいんです。来たね。ほぼ当たりです。あれ今日違うんじゃない。いやいい音だよねこの音。 AMSR いけるよ、うん、どうこの、ちょみんなも聞いてこの音。あ、聞こえなかった。いいポキポキしてるよ。これで当たり。もう大丈夫だ。私も。いや積もったな、みんな。積もった可能性があるぞこれ。朝一リセットしてる臭い。この神々しい顔と神々しい音楽。センキュー。ありがとう。ちょっと冗談でいく。バトルボーナスグーター。こうやってここ冗談ビタすると冗談に止まりますから簡単でしょ。ソフトタッチ、フェザータッチだほう。フェザータッチだほうやっぱ一番いいんだよな。昨日もリスナーさん、80連ぐらいしてた人、フェザータッチだほうやつと、やっぱフェザーがいいですって言った。俺もうフェザータッチダメなのかな。だパンチとキックは大丈夫。豪勝派ならフェザーだよ今日。いくよ。はい、彼よけます。キックダウン戦かよ。すごいし、ど真ん中だぜ。こんな吹っ飛ぶ、こんな吹っ飛ぶパンチって結構やばいよね。足引きずってまで俺死んじゃうよ。運の力はその程度か。やめろよ。ねえよくよく考えるとさ、は体真ん中にパンチされて、普通パンチされたらさ、普通人間だったらこううってなるんじゃんぐらいじゃん。足引きずって下がってたぞ。どんだけの威力。あのよくあるんじゃん最近の漫画だと、なんだよこいつに、すうーわ来た、倒すぞ。ベル、子役引けば 75% いきます。ニコさん、お初パセンキューありがとう。いきますよ。子役引けば 75% 外れても 50% いきます。 75%75%ありがとう皆さん、スーパーじゃセンキューで、シャオ 40% でシャオ出てこねんかい。今日でもいつもと違う。いねえか、うん、ダメか、隠れシャオじゃなかった。いい、ごめんなさい。ダダ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 ダ。いや、シャオ寝坊しとるな。でででででで、あいつ来ねえのかなって考えてんのかな。シャオまだ来ねえんだけど、俺が戦うんかい。よし、いいね、当たれ。あいつ寝坊しとるな。この体に傷一つつけることはできぬわ。ひらめださんおはよう。当たり早い。昨日の負けは取れません。ありがとう。今日はやれる気がする。ひらめたさんスーパーチャット選挙おはよう。ほらね、今日いつもの俺に答えてくれてる。あれで、これ食らうじゃん。見てて、普通ここでさちょっとうずくまるだけじゃん。いくよ。
すごい後ずらいすんじゃん。俺らいつも見る光景だけど、このパンチは食らったら死ぬ。ひらめたさんありがとう、スーパーチャンキュー。さあうおーパン、おー待て、89パだった。しかも下バネショートだから無装填だ。さて、おかしいんだけど。おほう、無装填チャンス確定。継続も84パー以上。いつもとちげえな。うん、あれいつもとちげえな。いくぞ、無装填入れよう。いい音聞かせよう。いきます。なんでよ、何も弾けねえんだけど。まぜまぜ、なんで、あ、ちゃめだ、まだ。さあ、何も弾けない。1/4。マジで何もねえの。わ、なるかも。マミーや、このなんかちょっとパイスラずるいよね。胸のこれ紐ちょっとパイスラっぽい。レレ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 。さあ、いや、おいおいじゃないよ。いやー皆さんありがとね、本当。かくった。まあ84倍以上だからな。ん？ない。こね、パインスラって何？パインスラって言っただけだよ、うん、なんか意味あの天スラみたいなもんだけど。天に帰る時が来たのだ。カズナグさんスーパーチャットありがとう。デデ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 、ありがとう。カズナグさんスーパーチャットありがとう。いやそうよ、どうやらウヌは真の悲しみをしよったようだな。ならば授けよう奥義無双天聖を。母より、母よりって、母が無双転生教えてくれるの。ありがとう、カズナグさんスーパーチャットセンキューありがとう。母が無双転生教えてくれるの。ありがとう、何それ。ありがとう、カズナグさんスーパーチャットセンキューありがとう。でダウンさん、赤いのさんスーパーチャットセンキュー。朝一調子いいね、ね、おはずまさげと朝一調子、今日できる限り全部長く続くは願ってる、油断せずに行こう。これメイドインヘブン、時は加速する。で来いよユリネ、いきます。まあこいつか。赤いのさんスーパーチャットセンキューありがとう。はずさででで、んあほど気にすりゃいいから。あ、あーちょっと待って、やばいかも。今視聴性が見えた俺。無残に飛び散る、ちょっとやばいなこれ。ほらご勝負。ほら行ったべ。キーが強制じゃないことを祈る。大丈夫だよね、今天国にはいるんよ。え、大丈夫かな。なんで落ちねえんだ今だけ。あと6ゲーム。よし、天井は踏んだ、大丈夫。 OK、 当たってないね。はい、天井はほぼ行きました。オッケー、行ったわ。ありがとうみんな、コメントたくさんありがとう。早えな全長が。いやおっさん多いな、ためとおっさんが多い。まあありがとう。
あと北斗ゾロやね今の学校。それはちょっと意外だったな。私の弦って結構トラウマないよ、見たことない人はあれかもしれないけど。当たった、これで当たりかな。なんでだよ。待っていたぞ剣士。もうスイカこぼしすぎなんだけど。はい、ピン。ゆげいゲット。おしゃくそらおう。もうこの時点で 94% 以上、98%、この時点で期待度 98%。 さあどんな攻撃が来てもほぼほぼ大丈夫。ありがとう犬どんよけさん、キーロスパセンキュー。昼から5000人超え、すごいすごい、頑張れやちゃん、今日は勝ちだよ、ありがとう。彼よけます。あれ犬どんよけさん、キーロスパセンキュー、ありがとう、センキュー。今日まだ勝ってないよ。投資は、2万円としたから1万9000円でございます。ありがとう犬堂ゆけさん、キーロスパありがとう。いや俺ね、おしゃくそら王だった場合は 94% はあると思ってる。まあ 94% で無双転生の継続率じゃん。惜しかった。あれがシェイクビジョンになったら確定。さあパンチとキックは大丈夫、豪勝派なら。まだ上がんない、いや大丈夫大丈夫。平均6連いきます。いやー不甲斐ねー、やばい。 25% でね、ちょっと真面目に説明しようか。で吹き破りはスイカ対応、多分当たった前兆で、吹き破りには前兆5ゲームっていうのがあって、1ゲームだと外れる可能性ある。でここでショートしたら次しないね。で次吹き破り、あなし。このパターンだと追加否定しても外れる場合がある、フェイク前兆の可能性がある。ただ強い、まあ、ほぼ濃厚。当たったわ。なので天国、おそらく今当たったのは天国滞在中の強追加で当たりました。ってことはさっきの強チェで通常弱スイカで3分の1で天国で、天国滞在中の強チェ強スイカで、前兆に来ました、おそらくね。っていう推測ができる。だからこれの当選経験は141ゲーム強スイカと。なので、まあ、そこまで設定差はないよと。スターバックスさん、スーパーチャット、センキュー、ありがとう。さあスーパーチャット、センキュー。おお緑、バトルボーナス。さあ4と5の違いは正直分かんない、全部出てないから。結局この台結構タイミングゲーだから。よし、ちょっとこれ待って、熱い、なれ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 、なった、これ時だぞ、時、これなった、時だ、まあ分かんない、じゃあ時じゃないかも、いや分かんない、ごめん、時じゃないかもしれない、時の可能性ある。いや普通に避けるパ、あの要は当たってるのが演出聴覚して避けるパターンになるのと時の可能性がある。いや確定じゃない、まだいきます。だよ、そう普通に余計だったか。ちなみにこれチャンス目みたいに出目なんだけど、呪音して
ここに払い出しがないからチャンス目ではないです。外れ目ね。まあ緑で一応 79% だとは思ってる。さあチャンスアップなし、パンチとキックは大丈夫、豪勝派なら仕方ない。ここでリッチ欲しいんだよな。これちゃんめじゃない、わかんないよ、けーんがあるから。で一応まあ小ネタだけど、まあどうでもいいんだけど、これでけーんってなるんだけど、ここを押すとサイレント継続がわかるから、いきますよ。この状態でプッシュして消えてれば終わり、あ光ってれば OK、 いきます。あ終わったねって感じ。お前は思っているほどオプト神剣は無敵ではない。ありがとう、ありがとうございます。センキュー、スーパーチャットありがとう。オレンジスパありがとうございます。イモスケさんありがとう。オレンジスパありがとう、いい友だね。あと皆さん、あのスーパーチャット来た場合は前後読めないです、そうごめんね。でドラえもん8さんありがとう。スーパーチャットセンキュー。春日トゥースありがとう。スーパーチャットセンキュー、ありがとうね。スーパーチャットマジで感謝、ありがとう。センキュー。ドラえもん8さんありがとう。俺強水化か。天国スタートは間違いない。イモスケさんありがとう。オレンジスパありがとう。ドラえもん8さんありがとう。でシローラ、ここもコメント読めないです。さああサムさんありがとう、ありがとう。おっと気分転換で映画に重罪をどうぞ。僕は空気を読めないで上司によく怒られます。サムさんありがとう。でも面白いコメント、面白いスパチャ結構多いよ。サムさんありがとう。スーパーチャットセンキュー、ありがとう、ありがとうね。センキュー、ありがとう。センキュー、サムさんスーパーチャットセンキュー、ありがとう、ありがとう。お母さんスーパーチャットありがとう。一つつけることはできぬわ。お母さんいろんな方います。でもやっちゃんリスナーメンバーやめません。やそうファンよりありがとう。おさあパンチとキックは大丈夫、豪勝派なら仕方ねえだよ。なんで2連続豪勝派。おお悪くねえじゃん。4分の2で一応設定したボイスは、まあ、弱いけどね。あ初見です、ありがとう。やっちゃん好き、ありがとう。まあ、ちょっとねコメント早いのはねごめんね。あとスパチャが連続するとちょっと読めなくなるんで基本コメント。そうさあ、まあ今ねコメントと演出が渋滞してるからちょっと情報量が多いからちょっとこういう時は読めてないから。けーん、よし、けーで、ここでこれスイカ、これど強水化かな。はい皆さんこんにちは、ありがとう。でミスターバディキッズスーパーそのまま死亡していくわけよ。世の中厳しいからね、絶滅しちゃうのよ。俺も絶滅したくはないってなかった。さあパンチ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 、よしケリー。さあ彼多分食らいますだよね。であのスイカで書き換えてた場合はここでプッシュするんじゃん、プッシュけんじゃなくてレバーでけんになります。いきます。あーダメね、っていう感じ。まあでも単発があんまないだけいいね。当たり、まあ、日中での 25% 差しだから、まあ、当たり良くないね。
ガムテってなんだ、ガムテ、ガムテが分かんないね。この前キリン外れたよね。いやキリンまだ外してない。でももうこれは大丈夫、当たってる。ケンシロウ一人歩きの時も当たるん？ケンシロウ一人歩きの時もどういうこと？当たるはず。え、じゃあリン似てる、まあ、だから一応それでコスプレしたことある。この演出熱いからね、ハズレで。いいね。あまり見ない演出が出るとコーセットの方だと思いますが、どう思いますか。初代演出だけだね。あ、ジンクさんありがとう、メンバーコメントセンキュー。ヤスオこんにちは、テバありがとう。ジンクさんこんばんは、こんにちは。いいよ青、今日いろんな色が出んな。バトルボーナスゲッター。おし継続。通常時の茶目は安定してモード移行するって考えた方がいい。オッケーパンチ、もう怖くない。まあめったに引き上げ 100% でよかったけどね。さあ負けるな、オッケー。いいよ、単発が少ない、最高。剣ではこの体に傷一つつけることはできぬわ。さあレイク、これ日チェの日チェか、確定薬68%。なぜかというとカットインが強、カットインがあれで弱チェだったら多分バトル濃厚、弱チェからの、あ、もうこの時点でバトル濃厚、シンかな。レイク 10% レイクいけ 10% コツンだ、あるよあるよ、シャオ勝ったよ、っしゃお。いやー弱い、マジかよ、勝った。隠れちゃおう、頼むよ。あーおしゃくそラオウだった。握るのは点ではなく視聴性だ。まあでもパーセントをしつこいぐらい言うとみんな覚えるじゃん。そう大体ね、おしゃくそラオウだった。だから数字は何度も言いたい、覚えた方が面白いから。数字はね多少ね 100% 覚えるとつまんなくなっちゃうこともあるけど、これかーって。そう傷一つつけることはできぬわ。まあストックは安心だね。でででダメか、今日マジで継続すんな。平均4連超えた。取られたことはない。ではでは取られる可能性あるよ。鍵パクられた人いるからね、車の鍵。さあ蹴り大丈夫だろ。さあ避けて、カレー避けます。避けねえか。ぬぬの力はその程度か。これ66パーク臭いんだよな。ああ悪くねえな。でそこのコメント欄見たら結構さ、やっぱさパチンコ屋は潰れた方がいいとか。側前兆だ、当たった。そう印象悪いじゃんパチンコパチンコって。でもさだ結構やっぱコメント欄とかさすごいじゃんパチンコ屋は。うん、これ当たった確定。しかも謎当たりか天国、あの即前兆、一応即前兆全あの設定されるね。当たった、これあの即前兆です。謎当たりかもしれん。これかボイスは、まあ高設定弱視さでもボイス設定したのボイスが出てるから設定差はある。
待っていたとケンシロウ。27、謎。謎にするわ。即前兆か分かんねえから。謎当たりの可能性もあるから謎にしとく。弱チェの可能性もある。だから謎にしとく。あー、ラオウさんか。さあ、パンチとキックは大丈夫。交渉は仕方ない。 OK。 さあ、彼避けます。ダメか、避けねんかい。これあるんじゃない、これあるんじゃない。ボイスめちゃくちゃ強くなってきたな。今後半4回全部設定、一応ね、弱も中もだけど悪くねえな。でもさ、なんかさ、コメント欄でさ、なんだっけな、あったな、ちょ、あ、ど忘れ、あ、ってか、おわ、え、当たってなくね、落ちたんじゃね。いや、当たってるよな、当たってるよな。大丈夫、いや、大丈夫、大丈夫。強いもん、エインスか、来い、出て出て出て。あ、当たってる。当たった。天破滑殺。何の話しようか忘れちゃったよ俺。曇りを。かわいい。かわいい男よ。誰よりも甘え上手なゆえに。あ、サムさんスーパーチャット、センキュー、ありがとう。僕は古びたワロタみたいな、うん、どんどん潰れればいいっていうコメント。おお、緑とかってなんか、まあ、うーんって思った話なんだけど、なんだろうな、そのパチンコ屋があることによって、パチンコ屋がなくなったら違う方向に行っちゃう人が、パチンコ屋があることでそこに留められてるから、パチンコ屋はええんやよみたいな、なんか解釈のコメントがあったんよ。そう、それがなんかすげえ深いなって思っちゃった。来たー、あぶねー、あぶねえ、セーフ。おっと、天に帰る時が来たのだ。OK、 得してくれ。くぅ、さあ、パンチとキックでお願いしますと。さあ、ここで彼避けますと、避けませんか。九段戦、三連ね。うん、ある。アミバある、これはある、多分仕事。結局リングはそこそこ需要ある。あ、まあ、リングはやろうかな。これ当たったよ。え、あ、スイカで当たってんな。じゃあこの AT であれするか。1、2、3、引き肉です。あー、4ゲーム。これワンチャン復活したら当たり。北斗ゾロ、剣士道がかつて兄という名の男、ジャッ
あ、1位スイカ、強スイカ、おそらく天国じゃない強スイカで当たり、まあ一応設定差ある。やっぱ1でも 10% だけどね。これ終わったら飯行こうか。あー、うん、これ終わってちょろっと回したら回すか、30分超えたら。よし、黄色ゲット。おさあ、あらおうか。よし、蹴りなら大丈夫大丈夫、彼避けます。いきませんか。初のターンか。じゃあちょろっと回して、ちょろっと回しましょう。さて、じゃあ皆さん、一旦ここで休憩挟みます。で、一応15時半までには戻ってくるんですが、早めに戻ってくる場合もあるので、ぜひチャンネル登録、あとチャンネル登録してる方はね、ぜひ高評価していただけると嬉しいです。後半戦無双転生入る気がする。ここで日引いて、どうやる、ダメか。ありがとう、前半でお疲れ。ということで皆さん一回ここで、休憩いってきます。じゃあ皆さんお疲れ様です、またね。 OK、 やっていきましょう。ジャックスイカ、アギアス、戻ってないよ。天国取ったよ、刺した、これ絶対あるやよ。お前が俺は金剛君。さあ586お当たり、スイカ、天国着スイカね。今ずっと天国にいたので、ということで当たりました、当たりました。北斗ゾロイ頼むよ。OK、 青ゲット。さあパンチとキックは大丈夫、豪勝派なら仕方ない。はい、蹴り楽勝。やめてくれよ、単発は大丈夫。5はね、まあでも単発でも200枚取ったな、うまかったわ。1、2、早いんだな。3はダメ、耐えるだろこれだよね、これ耐えそう。あー耐えねえか、当たってるな多分、当たったーだよね。やっぱ天破喝殺か、北斗492。いいよ青、ハサミ打ちがいいな。パンチとキックは大丈夫、またこれかよ、ほんとな、なんなんこれ。いや、やばい。あー、やっちゃんのショートね。いや、今行きそうだった、集団チェリーで完全にお詫びだね。これで外れてたらやばいね。まあ外れねえけど、あれ
次か。セレテン祈る言葉はない。北斗無常破顔剣。いやさあパンチとキックは大丈夫。豪勝派なら仕方ない。パンチとキックは大丈夫。豪勝派なら仕方ない。なんか昇格したな、演出が。いるのは天ではなく視聴性だ。まあ剣影度が確定で、これで剣翔の攻撃に書き換えと。あ、そういうことね。ラオウの攻撃だったんだね。ダメね。なるほど。予想信頼強い。さあ5000回転。山の剣ではこの体に傷一つつけることはできるわ。決勝4連目。パンチとキックは大丈夫。豪勝派なら仕方ない。パンチとキックは大丈夫。豪勝派なら仕方ない。いや、わかんない。まだある、まだある。日程がある。いや、わかんないよ。ダメか。なかなかむずいな。流行るか流行んないかというと普通だと思う。太かったなあれ。あ、これ熱いんじゃね。てかそうだよな。ちゃんめ、ちゃんめ引いた。当たり角。ちょ待って、ちゃんめ何ゲームで引いた俺。203ってこと30235ね。あ、これで当たるわ。でも天国じゃなかったんだけどな。待っていたぞ剣士郎。指タッチって何？いや、北斗無常猛将派でいく。北斗無常猛将派。おお、いいね。バトルボーナス。行こう。よい、まず無双点に近づいたぞ。無双点に近づいたぞ、みんな。あった。OK、いいよ。あー、危ない。あ、日直してまた写真撮った。呼び捨てがいい。傷一つつけることはできぬわ。変な声出てる。だからやつの配信最後までありがとうね。ランズカヨさん、ありがとう。スペシャルセンキュー。お仕事お疲れ。いまあ悪くない。まあでもとりあえず悪くない。
これって全長いかないのかな、ジャック・チェの場合。でもジャギーステージなんだよね。やっぱイージリーだった。熱くね、強水化からの。やっぱ北斗神拳を残海赤保険。あれ弱い、レバオンか。1、2、3。チェリアを当たるよ。やっぱあるな。いいよ。ゲラオーかね。さあ行きますか。いやー、ラオウだった。ムカつくなー。でもこれまあトロフィー出てない。やっぱね、フェザータッチだからな。いや、ダメか。これは大丈夫だと。あ、自分のコメントじゃないやつ。なるほど。どれだ。まあ、もし質問あったらもう一回コメントください。多分大丈夫だと思う。多分。おし、当たった。もうこの時点で確定。リプレイ。服破りにリプレイはないから1シャウトなし。次でも服破り。3。でここで4。ここか、速えな全長。いや、三駅怖いんだよね、落ちてそうつって。チェリー何行くか。あ、ごめん。下段じゃなかった。ゲーッとーということでね、行きましょう。タッチ、せー、フェザータッチだ。ほうこんばんは。いや、フェザーしだしてこれか。さあ、パンチとキックは大丈夫。豪勝派なら仕方ねえ。しゃあ、オッケー。あれ、マジで。レイクは引けてる。そう、設定4は高設定なのか。5ゲーム。熱い熱い。もうあの打法気にしない、無心打法でいこう。もう継続とか関係ない、もう無心でいくわ。おいお前、俺しか。よし、当たった。貴様は死ぬべき男だ。結局と真剣だ。もう無心だほ、本当の。おし、34。シャオしとる。34。パワー。さあ、貴様には地獄すら生ぬるい。さあ、頼むぞ。早い。生命不審打法できた。何も今考えなかった。何も考えない、うん、まあ普通より読む
ようにはしてるからと。コメントなどはファイトするか閲覧順位でいけばええと思う。閲覧順位はちょっと極端だけど、まあね、ありがとう。あ、お仕事お疲れ。まあ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 僕が悪いってことです。まあちょっと難しい時はね。あ、このさんスーパーチャットセンキュー、ありがとう。このさんありがとう、スーパースティッカーセンキュー。待っていたぞケンシロウ、ありがとうね、センキュー、スーパーチャットありがとう。で、62ゲームとチェリー。あー、できた、外れろ。バトルボーナス頼むぞ。でれれ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 れ、チャンメヒド。えちゃんこんばんは、頑張れ、ありがとう。でれれれれれれ、さあパンチとキックは大丈夫、豪商花田。あー、ちょっと俺クレジットの方やめるわ。いや、じゃあ今の代を粘って悪くなさし、次の一人出せると悔しいことは、まあ確かにね。 OK、 俺の名を言ってみろ。ちょっと7揃えたらトイレ行くわ、おしっこしたし。あ、まだ当たんないかも。まだね、待って、いや大丈夫だよな、多分当たると思う、うん、あ、ホットゾロいいな、確かに。そうだよね、おしゅんりふ、珍しいパターンだね。ゲーム数もおかしいがね、221でおしゅんナビだったから。これ北斗ぞろいあるな、確かに。奴らのために祈る言葉はない、あるな、これ北斗ぞろい。さて、いきます、最高。やっとだ、やっと。柳さんスーパーチャットありがとう、ありがとう、スーパーチャットセンキュー。やっとだ、柳さんありがとう、スーパーチャットセンキュー。北斗ぞろい詐欺がまさかの件では、行きましょう。チップギフトセンキュー。5秒だほ、すげー、ありがとう。やっぱやってみるもんやな、ダメな時。メンバーシップ当たった人おめでとう、メインくんありがとう、メンバーシップギフトありがとう。いやーすげえ、3連もしてる、3連しとるぞみんな。いや6秒とかしょうがない、しょうがない。この体に傷一つつけることはできぬわ。じゃあ5秒の日だったな、行こう。でれれね、あーもう怖いんだけど。約5秒打法ではなくて北斗ゾロイで色意識してない打法です。マイホの北斗さんが実証済みです。なるほど、色意識しない打法ね、すーげえ。いや待て、これはちょっとすごい、5連続ケンシロウの攻撃だぞ、5秒打法やったら。どういう、なんでこんな変わんの、ちょっとおかしいんだけど。ありがとう、チコティキャメロザスーパーチャットセンキュー。すっごい、いきなり挙動変わったぞ、どうした、おいケンシロウ、ありがとう、ケンシロウありがとう。仕事しだしたこいつ。この体に傷一
とつけることはできぬわ。え、まさかマジで5秒打法ってあんの。歌流れるよ、デレレ。ありがとう、チャンネル見つけてくれてありがとう。おじさん、あーさすがにまずいか。さあパンチとキックは大丈夫、豪勝派なら仕方ねえ。仕方ねえか。これ 66% だと思う。しかもさて、これ 66% だと思う。やったま一人暮らしです。大丈夫。100ゲーム以内の後に連チャンしないで。だれ。ちょっと今コメント読めない。あれ、あい、うん大丈夫大丈夫。いやこれね負けても全長だから。あドンちゃんスーパーチャット Thank you ありがとう。やちゃんの生配信見てから大手のジャンバリ DMM キムチャンネルを見なくなった。あらありがとう、ありがとうって言い方。いや俺の配信見てくれてありがとう。ドンちゃんセンキュー、スーパーチャットありがとう。シンありがとう。いやうありがとね。センキュースーパーチャットセンキュー、ドンちゃんありがとう。大丈夫た、あここやめろって。北斗揃いに来たい、本物に来たい。ありがとうドンちゃんスーパーチャットセンキュー。88、どうやらここまでのようだな。 Y です。だがな俺はお前の剣道。あスパチャ飛ばしてる、ちょっと待ってね。さらばだケンシロウ、愛に愛に従ず宿命ゆえに野望に散ったとも。ドンちゃんありがとう、スーパーチャットありがとう。いやー見なくなるもんなんだね生配信。生配信長いからね俺の。じゃあ行きましょう、本物の北斗鳥来るかもしれない。ありがとうねドンちゃんスーパーチャットセンキュー、ありがとう。いやどう、まあいやちょっと赤菜で行くわ。ちゃんと5秒打法なのか赤菜なのか分かんないから。バトルボーナスグーチャー、いくよ。さあパンチとキックは大丈夫、豪勝派なら仕方ない。いやまだ分かんないよ、まだ分かんない、ケーンがあるから。北斗の剣、いや56はない、4だね。レイがいいねしてる、確かに4分割してる。焼くまではちゃん目だけは見れない。いやシャメ結構仕事すんだ今日。あ俺デブっつった、うるせえな。あヘブンか。オッケー、でかくなったな小僧。やばい大丈夫、ベルケ北斗トロイ確定だ。え待て、3ゲームでこれ4ゲームだよね、これ北斗トロイ確定だ。え待て、そうだよね、4ゲームいったよね北斗トロイ確定。
あの北斗揃い確定パターン、まあ、濃厚パターン外したことないけど、復活なしで4ゲームいった場合は確定です。王の夢はついえたか。一応ね、言われてるやつはね、もう一度ぬくもりを。5秒打法やる。誰よりも愛かきゆえに。いくぞ。うわ、やば。あ、なあ、やっぱ5秒打法なんだよ。名はいらぬ。握るのは天台。 94%。 この後の展開に期待。ラオウの場合はわからない、まだ。さあ、まあ、94% なのでおそらく大丈夫でしょう。はい、慣れ。あ、しかも待って、あるある、時ある、時、慣れ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 、ワンチャン時あるぞ。時かユリアある。いくよ、ぬわー。約5秒打法、大丈夫だよな、大丈夫。さあ、パンチとキックは大丈夫、豪勝派でも大丈夫。待ってよ、5秒打法だから大丈夫、100人乗っても大丈夫。チッ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 、北斗揃いは不滅。うん、違う意味でもやってんな。そう、アホみたいね。いや、逆に面白いよね、これ見てよ。今日で多分30万回でいくぞ。こんな感じね。キリントロフィー6回やってる。僕サチアメ最高71世だから。こっちと、僕は2つあるから、こっちと、まあみんなに見せたこっちね。あ、ほぼほぼ確率通りだ。で、3回だけ俺6座ってるから、これは途中で変えたからちょっとしょうがないんだけど。なんかこう見るとやっぱ面白いね。ありがとう。で、今日のデータ、トロさんスーパーちょっとセンキュー。今日のデータ見て、一応初当たりは4ぐらいはあんだ。で、北斗揃いも今日5000分の1。今日も上振れたね、北斗揃い。そしてこれよ、なんすか。まあ4ぐらいはあったのかな。まあトロフィーが出てないのがめちゃくちゃ怪しいけど、最大級9セットって何なんすか。9セット、今日もありがとう。こちらこそありがとう、うん、そうね、カップラーメン作れる3分ね。そう、いや、まあ北斗はもう引退やな。うん、北斗は。あ、トーマさん、ウンスパありがとう。ありがとう。センキュー、ウンスパセンキュー。うん、もう北斗引退やな。本当に、マジで。北斗の剣だわ。じゃ、いけるよ。じゃあ、お疲れ様です。ありがとう。もう切るよ、配信。うん、あのちょっと残ってるけど、トーマさんとか、あとマイケル・ジェイ・ホックスも、あ、消えてる。いやいや、またね。じゃあね、バイバイ。寝るわ、早く帰って。飯配信できたらやるわ。はい、バイバイ。